ウェリントン公爵は、イギリスの公爵位。連合王国貴族爵位。ナポレオン戦争の英雄初代ウェリントン公爵、アーサー・ウェルズリーが1814年に除されたのに、始まる。連合王国貴族の中では、筆頭となる爵位である。爵位名は、イングランド南西部、サマセットにあるウェリントンにちなむ。ウェリントン公爵家のハンプシャーの邸宅。 ストラトフィールド製ハウスをバックに立つ第8代ウェリントン、公爵アーサー・バレリアン・ウェルズリー・ウェリントン公爵家の、ロンドンの邸宅アップスリーハウスアイルランド貴族の初代、モーニントン・ハク・ギャレット・ウェズリーの三男、アーサー・ウェルズリーは陸軍軍人となり、1809年からナポレオン戦争の半島戦争で、イギリス・ポルトガル連合軍の指揮を取った。 1815年のナポレオンの百日天下後には、ワーテルローの戦いで、イギリス軍主体の反フッツ連合軍の指揮を取って、ナポレオンを再度の失脚に追い込んだことで知られる。選考により、1809年9月4日には、サマセット州におけるタラベラ・ウェリントンのウェリントン支者と、サマセット州におけるウェルズリーのドゥロ団尺に、1812年2月28日には、 ウェリントン伯爵に、1812年10月3日には、ウェリントン公爵に、そして1814年5月11日には、ウェリントン公爵とドゥロ公爵に除された。加えて、諸大公は、外国からも、爵位を受けた。ポルトガル王国の爵位として、ビトリア公爵、トレス・ベドラス公爵にちなむビメイロ伯爵にちなむに、スペイン王国の爵位として、シウダ。 ロドリーゴ公爵にちなむに、ネーデルラント連合王国の爵位として、ワーテルロー公に上されている。二代公、アーサー・ウェルズリーは、1863年に、いとこの息子にあたる五代モーニントン伯爵、ウィリアム・ポール・ティルニー・ロング・ウェルズリーから、モーニントン伯爵、ミース州における、弾丸城のウェルズリー死爵、モーニントン男爵を相続した。このため、 現在、ウェリントン公爵にはこれらの爵位が付属する。公爵くらいの法廷推定相続人は、ドゥロ公爵を、ドゥロ公爵の法廷推定相続人は、モーニントン伯爵を儀礼称号として称する。六代公ヘンリー・ウェルズリーは、第二次世界大戦に従軍して戦死した。六代公には、子供がなかったため、叔父のジェラルド・ウェルズリーが七代公を継承した。この際に、 スペインの爵位主義だロドリゴ校爵位のみ6代公の姉アンリースが継承したが、彼女は1949年に同爵位を7代公に譲っている。2016年現在の当主は9代公アーサー・チャールズ・バレリアン・ウェルズリーである。彼は就職前の1979年から1989年にかけて欧州議会の議員を務めていた。 また就職後の2015年9月から、世襲貴族の御選による、世襲貴族枠の貴族院議員となっている。邸宅は、ハンプシャーベージングストークにある、ストラトフ。家訓は、勇気が幸運を呼ぶ。現在の当主アーサー・チャールズ・ウェルズリーは、以下の爵位を保有している。初代ウェリントン公爵、アーサー・ウェルズリー・ウェリントン公爵、ウェルズリーかけず。ありがとうございます。